株式会社 b ットメディカル代表の古川です。私ども b ットメディカルは放射線医学総合研究所初のベンチャー企業でございまして、そこで培った高度な技術とノウハウを活用し、これまでの常識を覆す超小型陽子線がん治療装置というものの開発を行っております。で、陽子線がん治療なんですけれど、放射線がん治療の一種でございまして、最も 放射線の中でポピュラーな X 線これを用いた X 線治療と比べますと線量集中性というものに優れておりましてこれはどういうことかと言いますと幹部にだけダメージを与えて正常組織幹部以外の部分にはダメージはなるべく与えないと。 言ったことになるんですけれどそこで非常に優れたあの特徴を持っておりますこれによりですね正常組織へのダメージを抑え副作用を軽減しつつす、まあ、優れた臨床成績を得ることができるとそういう非常に優れた放射線、まあ、それが陽子線というものになっておりますで陽子線がん治療なんですけれど今現在ですね、まあ、非常に優れた治療法であるにもかかわらず一部の人しか受けられていないと いうことでございまして、まあ、ほとんどの患者さんが X 線治療というものを受けている状況になっております。でな,なぜ普及しないかということなんですけど、ここに示してますように、まあ、X 線治療装置というものに比べて非常にサイズが大きいということで、あのこの巨大な装置がですね普及の妨げになっているということでございます。 そこで私どもはです、ね、あのこの従来、ですね、この大きい機械が患者さんの周りをこの動画で示してますように回転しながら照射すると、まあ、そういったものだったのに対し、私どもが今回開発してます機械は、ですね、大掛かりなあの機械が駆動することなく、いろんな方向から患者さんを照射することができるといったことを特徴とするものになっております。 でこの技術なんですけど、まあ、要陽線を曲げるという、まあ、画期的な技術ということで、まあ、左側に模式的に示していますが、大掛かりな機械を駆動させることなく、患者さんをいろんな方向から照射すると、まあ、要素線を曲げることでそれを実現するといったところを特徴とするものになっておりますで。従来のものがですね、先ほど動画でお示ししましたように、回転しながら照射するということで、回転ガントリーと呼ばれているものに対して、まあ、非回転ガントリーと。 非常にイノベーティブなものになっております。でこれの開発を行っております。でですねあの、実際サイズの方を比べてみますと、従来の陽子線装置に比べて非常に大幅な小型化が実現できておりまして、X 線の装置,装置とほとんど同程度のサイズ感になっているということがご覧になってわかるかと思います。 それに加えてですね、価格の方も従来の陽子線装置の半額以下という,ふうになっておりまして、X 線の装置と同程度の導入のしやすさになっているということです。で私どもですね、あの従来比3分の1の装置の小型化、それによる大幅なコスト低減ということと、まあ、X 線の装置から置き換えができるということを特徴とする機械の開発を行っていると。 いうこ,とですこれによりですね、冒頭紹介しました、あのプロトン4エブリワンということで、陽性がん治療がすべての人に行き届くようにということで、開発の方を進めております。で事業計画になりますが、上の段にです、ね、数字の方、販売台数、売上高、下の段に、ま、年度ごとのマイルストーンをしあの合わせて記載したものになっております。で今現在、開発期ということで,です、ねま、装置の開発を行っておりまして、 この冬にです、ね、あの試験の方を行いまして、この22年夏から秋にか,かけての薬期承認予定というふうになっておりますで。もう1つのマイルストーンがですね、24年の売上100億円というものと IPO、まあ、これがあの大きなマイルストーンになっております。で現在の,あのものの状況なんですけど、大阪大学の方で試験をやると。 いうことで今進めてまして、まし日本各地で製作された機器が続々と大阪の方に到着しまして、まあ、ここに示してますように機器の搬入据え付けが完了しまして、まあ、いよいよ原理実証並びに薬器の申請へということで向かっているというところでございます。ありがとうございました。